はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーエグゼードデラックスライダーガシャットケース&プロト激突ロボッツガシャットです。はい、テレビ本編でも結構登場してるガシャットケースが発売しました。本編ではダン社長がプロトガシャットを入れたりとかして持ち運びとか保管用に使ってましたけど、ガシャットが最大11個まで入りますから、サンプル画像を見ると10本のゲームガシャットプラスプロトマイティアクション X が入ってて、こういう保管方法もありですね。外箱をぐるっと見回すとこで、なかなか派手なケースで、あ、キリアさんがまだ映ってる。レーザーいる。あ、レーザーいる。よかった。はぶられてない。で、上側で、さらに下側で、プロト激突ロボッツはデラックス版じゃないっぽいですね。プロトガシャットも順調に揃っておりますが、もちろん全種類を揃える予定です。では、レビューしていきます。箱の見た目的には比較するまでもなく、アストロスイッチボックスとか充電池ボックスと同じ形状で、おそらく微妙な差はあると思いますが、外側のケース形状はこれまでと共通ですね。パカッと開けて出します。あ、結構大きいですね。お、ブラックでシンプル。出すと、これはダン社長になりきれる渋い。この辺の開け方とかも変わってませんね。パカッと。あ、何？自動で開いた気がする。おー！進化してるよ。あ、全然違う。外側の見た目こそ、これまでのボックス関連と変わんないように見えましたが、ここにバネ的なものが入ってて、ロックを外すと、パカッと開くと。おー！高級感ある。そして、組み立て済みのプロトガシャットが入っております。今回は、組み立てたり、シールを貼る必要がないんですね。おー、良心的。はい、中身はこうなってて、ライダーガシャットケース本体とプロト激突ロボッツ。まずはガシャットから確認しましょう。ぐるっと見回すとこで、裏側、表側、いつもと同じブラックの成型色をベースに白黒のシールが貼ってあって、標準の激突ロボットと比べるとシール絵柄は同じですが、モノクロでかなり渋く見えます。そして横側には激突ロボットで、クリアパーツ部分の柄も変わりませんし、裏側の絵柄も特に変更なしですね。ただこれまでプロト関連っていうと変身系が基本でしたから、今回は初のレベルアップ系のプロト。なのでクリアパーツ柄が違いますね。本体カラーは完全に共通です。そして電池もすでに入ってますから良心的。絶縁シートを抜いて1音目。2音目。はい、やっぱり今回も2音目のランダム音声はなくて1音目のみ。発光は赤で、LED 音声とか1音目は特に変更なし。ではゲーマードライバーと連動、レベル1。これは通常版と共通でレベル2。おー、全然違うやないかーい。ここまで違うんだ。セリフが全然違う。近づいてもう一度。はい、発光の仕方も違いますし、色は共通の赤ですが、プロトらしくピコピコ音も入っております。通常の激突ロボッツ。
これがレベル2の音声で、レベル3。ぶっ飛ばせ、突撃、激突パンチ、激突ロボッツ。プロトだと、ぶったたけ、突撃、猛烈パンチ、激突ロボッツ。結構違いますね。ただ、いつも通り、レベル3音声は入ってないと思われますので、まあ、これがレベル3的な音声ですけど、ガシャットの位置を変えても、いつも通り音声は変わらず。マイティアクション X とも連動しましょう。マイティアクション X！ はい、しっかり絵柄は重なっております。変身解除。続いて、決め技。激突クリティカルストライク。さらに、ガチャコンブレーカーと連動。はい、ちゃんと発光はしますね。トリガー。セリフはなくて爆発音のみ。この辺もいつものプロットと同じです。では、ライダーガシャットケースも確認しましょう。本体カラーはブラック一色ですごいシンプルなんですけど、微妙にテカってる部分とツヤ消しの部分で、若干色の雰囲気が違いますし、正面には GD ゲーマードライバーで、ゲーマードライバーソフトウェア。ぐるっと見回すと、このようになっております。一応足が4本あって、ここにヒンジがあって、段社長的な感じで蓋を上にして置くように、裏側はとにかくシンプルですね。一応ここの出っ張りが足代わりになります。上側には取っ手があって、ロックが2つありますから、手前にカチャッとロックを外すことで、おおこのアクションすっごいいい。ポップアップしてちょっと蓋が開いて、あとは手動で開けるような感じ。カチカチとクリックで開きますから、角度は自分で決められますし、音もうるさくありませんね。で、内側にはスポンジがあって、真ん中の部分はブリスターのようなソフトなプラスチック。で、一番端だけ若干スポンジ形状が違いますが、これはドラゴナイトハンター Z 用とか入りますし、あ、でも、隣でも OK ですから、特にそういうわけではないのかな。こんな変わった形状でも、どこのスペースにもはめることができます。すごいガチッとはまる。さすがは純正ケース。収納方法の向きは決まってて、名前がある方が上。で、クリアパーツを上側にして、マイティアクション X グッド。ここの取っ手部分とクリアパーツ部分がはまるような感じです。タドルクエスト、バンバンシューティング、バクソバイク。プロトマイティアクション X。あとは外箱と同じようにはめましょう。激突ロボッツが来て、ドレミファビーと、さらにジェットコンバット、ギリギリチャンバラ、ギリギリチャンバラとかももう使われなくなっちゃうんですかね。悲しいな。シャカリキスポーツが入って、で、一番最後に、ドラゴナイトハンター Z。 おー！
はい、これで外箱と同じような並びでライダーガチャと収納することができました。さすがめっちゃ綺麗。そしてこれで蓋を閉めれば、あ、非常にスムーズですね。ここにスペースがありますから、全く内側のパーツに干渉しなくて、スッと収納することができます。で、ロックして、持ち運べると。おー、ダン社長、おー意外と、なりきりアイテムかも。ちょっと見てくれ、みたいな感じで、開けて、おーこのオープンアクション、ほんといい。ちなみに超優秀なガシャット収納アイテムのハートのギフトボックスと比べるとこれくらいで、まあ、でも立てると同じようなサイズですね。横幅とか近くって意外と似たようなサイズ感かも。ちなみにこうやって開けるとちょっと倒れちゃいますね。グッと押し込まないと倒れちゃうかな。反対にすると、あ、取れちゃう。場所によってはひっくり返すと落ちちゃいますね。ライダーガシャと2本分のマイティブラザーズダブル X はボックスには入りませんよね。2本、取っても、そもそもここの持ち手が分割してませんから、残念ながら非対応です。無理やり締めてもダメですね。締まんないです。ドラゴナイトハンター Z のようなちょこっと特殊形状はいけますけど、形が大きく変わってるものは非対応です。もちろん僕はもう一個買いましたので、こちらにプロトガシャットをセットしましょう。確か一番左側にプロトマイティアクション X が入って、あとの並びはちょっと今確認したんですけど、細かい並びまではわかりませんでしたから、とりあえずタドルクエストプロトのタドルを入れて、バンバンシューティングもセットして、激突ロボッツも入れれば、はい、現時点でのプロトガシャットはこんな感じですね。11本全部集まるのはいつ頃なんですかね。いろんな角度から見るとこうなっております。一気にボタンを押すこともできますね。すごく綺麗。11本同時には押せませんから、めっちゃ綺麗お祭り状態。部屋を暗くした状態で、ライダーガシャット楽しい。はい、ということで仮面ライダーエグゼードデラックスライダーガシャットケース&プロト激突ロボットガシャットを紹介しました。去年のゴーストアイコンに関しては公式のケースが出ませんでしたから割と収納方法に困ってたんですけど、今年は早めにケースが出ましたし、プロト激突ロボットに関してはまさかのセリフも変更があって、プロトゲーもだんだん音声変更の差が大きくなってきましたね。以上、仮面ライダーエグゼードデラックスライダーガシャットケース&プロト激突ロボッツガシャットの紹介でした。